ジャニーズ事務所元副社長の滝沢秀明氏が設立したとべ 2B 所属の IMP。IMP が15日にグループ名と同名のデジタルセカンドシングル IMP を世界配信する配信と同時にグループ公式 YouTube でミュージックビデオメガボルトを公開。9日午前0時には センターの佐藤新が高音を響かせるティザー映像が公開された。IMP は8月19日にデビューシングル、クルーズンクルージンを配信し、冒頭から耳に残るリズムと鮮やかな軽快なダンスが話題になった。メガボルトは9月9日午前6時の時点で約481万再生。ビルボードジャパンの DL ソング1位、8月30日公開。 も獲得した。その勢いのまま、2ヶ月連続の楽曲をリリースする。発表によると、曲のデモを聞いたメンバーが、歌詞の内容がまさに自分たちを投影している、と言い、グループ名を楽曲名にすることを決定。作詞はジャニス・クレインマン、作曲はユイ・ムギノが担当している。歌詞には、何一つ手放さない守り抜くってさ、 まだ苦い記憶も閉ざされた扉も今蹴り飛ばせ、もう導火線に火はついてんだ、まさに変えてみせる、など、前向きなワードの数々が記されている。リリース間近の状況になり、リーダーの影山拓也は、まさに変えてみせる、そんな僕たち7人の力強さ、熱い思いが詰まっている楽曲になっています。パフォーマンスはもちろんのこと、一人一人の表情にも注目していただきたいです。 コメント佐藤は今の僕たちを表現するような楽曲に仕上がりました IMP は IMP という楽曲とともに未来へ向かっていきます僕たち IMP の楽曲 IMP を長く愛していただけたら嬉しいですとアピールしている IMP の7人は2020年7月 当時ジャニーズ事務所副社長の滝沢氏がプロデュースし、ジャニーズジュニア、内グループのインパクターズを結成、精力的に活動するもデビューには至らなかった。そして、今年5月25日にジャニーズ事務所を退所した。戸部合流発表は7月14日で8月18日に、クルーズンで念願のデビューを果たし、早くも2作目リリース。ファンの間では、 早くテレビでパフォーマンスを見たいの声が高まっている。